バーデン・オーデン・バルト線は、バーデン対抗国のハイデルベルクとバイエルン王国のビルツブルグを結んだ、バーデン国鉄所属の鉄道路線である。現在、アグラスターハウゼン・モースバッハ西駅区間が廃止されており、この路線は様々な部分で構成されている。この記事では、ハイデルベルク・モースバッハ区間に関する歴史、運行形態、沿線外境などが主に記述される。 列車がハイデルベルク中央駅を出発すると、ライン国線がすぐに分岐する。列車は長さ2487メートルのコエニヒシュトゥールトンネルを通過して、このトンネルには1955年以前に貨物列車のみが通行していた。この路線は、ハイデルベルク旧市街駅から小昭和バルトの山裾、よびネッカー川と平行に続いて、ネッカー・ゲミュント駅に至る。 ネッカーゲミュント駅でネッカー国線が分岐して列車は南へ向かってショーデンバルトを貫通する。この路線は国道45号及びエルゼンツ川と並行するが列車はバメンタールでエルゼンツ川を二度渡る。メッケスハイム駅ではバートフリードリヒスハル方面の線路が分岐する。列車はメッケスハイム駅からショーデンバルトと暗い日がう。 丘陵の境界地帯の間で走行する。メッケスハイム・アグラスターハウゼン区間は、その区間の側に流れるシュバルツオ川の名前から、シュバルツバッハタ2線とも呼ばれる。列車がその区間で河川を沿って走行して、巨大な人工構造物は現れない。一方、廃止区間であるアグラスターハウゼン、ネッカー・エルツ区間の地形は明らかに険しいので、3つのトンネルが建設された。 長さが20メートル以上の鉄道橋は、現在の運営区間で2つあって、エルゼンツ川鉄道橋と国道292号の上と交差する鉄道橋である。オブリヒハイムとネッカーエルツの区間にあった、ネッカー川カー鉄道橋は1945年に爆破され、長さは約310メートルであった。 伝統的なバーデン・オーデン・バルト鉄道の路線図、ネッカー・エルツ周辺の鉄道網の変化と発展バーデン国鉄はバーデン本線に集中して広告の北東地方は考慮されていなかった。1846年5月バーデン議会はオーデン・バルト鉄道の建設を請願した。1850年代には鉄道建設の要求の声は南部オーデン・バルト地域、バウラント地域、 タウバー川地域で高くなった。その地域には鉄道建設の収益が少ないと予想されたが、鉄道建設は交通施設を通じて構造的に弱い地域を支援するための投資という意味を持っていた。1856年11月にオーデンバルト鉄道は法的に決定され、1859年2月に路線経路が確定された。 バーデン対抗国だけではなく、バイエルン王国も、プファルツ選帝公領とウンターフランケンを結ぶ、鉄道に関心を持って、ビュルテンベルク王国を通過しない経路を望んだ。バイエルンは、エーバーバッハ、アーモルバッハ、ミルテンベルクを経由してマイン側を襲う経路を、一方バーデンは、モースバッハを通過する経路を希望していた。両国は退屈な協商の末に、モースバッハ経由案に合議した。 契約書には、マンハイムとプファルツを結ぶ、鉄道橋の建設も含まれた。ネッカー・アゲミュンとモースバッハ区間は、エーバーバッハ方面のヘッセン量を避けて、エルゼンツ川及びシュバルツオ川に平行な経路で、選定された。その道は、斜面の多い、運営の難しい道筋であったが、それでも、外国を通過する経路は誰も望んでいなかった。ハイデルベルク。 モースバッハ区間に関して、いくつかの経路は、ジンスハイム、モエンヒツェル及びシュペヒバッハ、アグラスターハウゼンなどの経路地で考慮された。その中で地勢の最も平坦な経路が選択され、その道筋は、エルゼンツ川及びシュバルツオガーと並行し、モースバッハでネッカー川と交差することとなった。1858年5月に、ハイデルベルク、 モースバッハ区間に関する建設法案が通過した。バーデン・オーデンバルト鉄道は本来の計画によれば伏線で建設される予定であったが、実際には単線で建設された。モエルデシュタイントンネルとネッカー川鉄道橋の建設は特に念入りな作業であった。1859年4月から10月までハイデルベルクネッカーゲミュント区間の工事は資金の不足及び、 イタリア独立戦争のため、一時的に中止された。1861年には、ネッカー川の洪水のため、橋梁建設は遅延された。1862年10月23日、ハイデルベルク、モースバッハプ間は開通された。1869年オーデンバルト鉄道は、メッケスハイム・ヤクストフェルト間の鉄道開通で、ビュルテンベルク王国と連結されることとなった。 ドイツ・フランス戦争の時、この路線には、軍用列車が、主に運行された。1868年9月から1869年4月まで、カールモン・メッケソハイム区間で伏線の改修工事が、行われた。オーデンバルト鉄道は開通した以後、交通及び地域政治の発展は、期待に至ることができなかった。しかしこの路線は、周辺の路線と結合して、 その発展は、プファルツ地方とウンターフランケン地方の連結路線の重要性を高めることとなった。1879年5月24日、ネッカー国線は開通されて、ハイデルベルクネッカーゲミムン特区間は、後でネッカー国線に割り当てたられた。旅客列車と貨物列車はシュトットガルトまで連結運行されている。同時に、ネッカーエルツ駅は、 ネッカー国線上に移転され、バーデン・オーデン・ワルト線は2つの路線に分離された。一方、メッケスハイム・ネッカー・エールズ区間は少ない需要のため、その重要性を失って、事実上地方鉄道の地位に格下げられた。この区間は他の区間と違って、伏線で回収されなかった。1887年ネッカー・ビショフスハイムで駅舎が建てられ、 1902年10月クレプスバッハ、タニセントの接続駅となった。その路線は、石灰岩断口の多安い輸送のために、施設鉄道として開通された。1914年3月2日に、ハイデルベルク・カールモン・ハイデルベルク総車場区間が、声に必してウールトンネルの観光で開業された。1920年バーデン国鉄が、ドイツ国営鉄道に統合され、 バーデン・オーデン・ワルト鉄道の運営権も国営鉄道に引き受けられた。1920年代にこの路線はネッカー国線と共により重いレールの地区荷重向けに改修された。エルゼンツ側の鉄道橋は1925年後材料で改築された。1944年から1945年までナッツバイラー収容所に付属されたネッカーエルツ。 収容所では収監者たちは暗号名、黄金魚で計画軍事工場用に建設された石膏と生産施設の地下通路で強制的に働かねばならなかった。フィンケルホーフ駅がオブリヒハイム駅とネッカーエレツ駅の間に新設されて収容所と直接に連結されていた。1945年3月30日、南東側へ過ぎ去っていたドイツ軍は 連合軍の渡過を難しくするために、ネッカー側の鉄道橋を爆破した。鉄道橋は、交通需要の不足で、終戦後にも復旧できなかった。ドイツ連邦鉄道が、ハイデルベルク・オブリヒハイム区間を引き受けた以後、1949年9月に、オブリヒハイム・ネッカー・エルツ区間は公式的に、廃止された。1955年ハイデルベルク中央駅の移転で、ハイデルベルク、 カールモン区間の経路もハイデルベルク総社場の貨物線に通じる接続で変更された。この路線は、その以後に新設中央駅、コエニヒシュトゥールトンネル、カールモン駅の連結に変更されている。既存のトンネルは自動車用トンネルとなった。1955年5月22日架空電車線がハイデルベルク、カールモン区間で備えられた。 1972年10月1日から電気車両がハイデルベルクネッカーゲミュント区間で正常的に運行されている。一方ネッカーゲミュントメッテスハイム区間ではいくつの踏切が立体交差に置き換えられて一部のものでは点滅信号機が設置された。アグラスターハウゼン・オブリヒハイム区間の維持費用が高かったので1971年5月。 連邦交通省はその区間の廃止を承認して、同年9月運行制止が実行された。連邦鉄道はその頃メッケスハイム・アグラスターハウゼン区間の廃止にも尽力した。1980年頃、ドイツ連邦鉄道はメッケスハイム・アグラスターハウゼン区間の廃止を通報した。それはネッカービショフスハイム北駅で分岐する。 西南ドイツ交通所属のクレブスバッハ谷線は他の路線と接続されないことを意味した。それで西南ドイツ交通は1982年1月1日にその区間の運営権を引き受けた。スウェグの運営合理化で時刻表システムが改善され乗客数も増加した。1990年代の半ばまで D 列車、インターレギオ列車など長距離列車が ハイデルベルクネッカーゲミュント区間で運行されていた。1997年11月30日、ハイデルベルク操車場コエニヒシュトゥールトンネル間の連結線は使用停止された。S バーンの運行を用意するために、ハイデルベルク市内では、西南市街駅と大学付属整形外科病院駅が新設され、ネッカーゲミュントまでの乗降場は高さ76センチメートル、 長さ140メートルで整えられた。2003年、ハイデルベルクネッカーゲミュント区間に S1 及び S2 系統が導入された。2008年3月からネッカーゲミュント、アグラスターハウゼン区間の改修と現代化のプロジェクトが行われた。内容は、ラインネッカーエースバーンオートに電気エネルギーを電車に供給するだけではなく、 すべての乗降場を高さ76センチメートルで整えることであった。回収の範囲はメッケスハイムシュタインフルトエピンゲン区間にも至った。エルゼンツタール運転指令所が2008年11月1日に設置され、ネッカーゲミュンとアグラスターハウゼン区間の信号装置を統制することとなった。2009年秋に電化工事が始まって、同年11月6日に電気運転が ネッカーゲメントメッケスハイム区間で実現された。2009年12月にエスモ系統がハイデルベルクメッケスハイムエピンゲン区間に導入された。メッケスハイムアグラスターハウゼン区間に関して2002年満了予定のドイツ鉄道とスウェグの賃貸契約は1年ずつ延長された。2007年8月から列車運行が職員数不足の原因でこの区間で中止されて バス運行に置き換えられた。2009年7月31日賃貸契約は終了した。2009年8月からメッテスハイム、アグラスターハウゼン区間で電気設備が設置され、電気設備を設置しエスバーン用途に改修された。ディビー・レギオは同年12月旅客列車路線を引き受けた。2009年12月に、 S51 系統が導入される予定であったが、運行開始は遅い改修工事の開始と国幹のために度延期され、2010年6月に実現された。ライルスハイム駅で停車するエッピンゲン駅の S5 電車、バイプシタット駅で停車する南西ドイツ交通所属の NE81 機動車、ハイデルベルク・アグラスターハウゼン区間は、ラインネッカー運輸連合の運賃システムにより管理、されている。 ありがとうございます。